ピンセットで取り除きます。いや。釣ってきたスルメイカ、これから調理して食べていきたいと思うんですけど、やっぱりイカって言ったらもう釣れたてをお刺身で食べたいなと思うんですが、スルメイカね、夏場だと結構アニサキスがたくさんいるんですけど、冬場のスルメイカはアニサキスいるのかなっていうところをちょっとアニサキスライトでちゃんとチェックして安全な状態にしてお刺身でいただきたいと思います。でも今日さっき帰ってきて片付けて顔に疲労感が出てたらすいません。今日もう釣りしてる時に寒すぎて霜焼けしてちょっと映ってるかわかんないんですけど、私のお肌の調子はどうですかな。まあとりあえずやっていきます。まず分解していくので、胴とゲソと、あとねスルメイカの場合は肝が美味しいんで肝を解体して分けていきます。キッチンバサミ使ってやっていきますね。イカはあんまり真水でジャジャ洗うとどんどん身が良くない状態になっちゃうということで、さばく時はね極力水を使わずにやります。裏面から真ん中にハサミをチョキチョキと頭の上まで入れていきます。はい、パカッと開くと胴体と内臓とつながってるので、ここに柔らかい骨が1本通ってるんで、それをキュッとこう指でこの骨を剥がすような感じで左手で身を押さえるとパカッとこの骨が取れますし、骨と一緒に内臓も取れるんで、優しく潰さないように骨と内臓を剥がすようなイメージで胴体とゲソ、内臓の部分を切り離していきます。よいしょ。ちょっと
内臓とかね、ついしたやなんで一瞬さーっと水で洗います。こんな感じで OK です。切り離したゲソの部分とこの肝の部分はどうやってやるかっていうと、足の真ん中のところにキッチンバサミ入れてチョキンとね、切るとうまいことこうパカッと焼けるんですよ。ゲソはこういう風にもう上の部分切り離しちゃえば簡単に取れるんで、これで OK です。肝なんですけどね、結構切るの難しいんで、私は極力綺麗に取り出せるように優しくこの周りについてる内臓とかは全部手で取り除いて、ちょっと引っ張ったりすると結構取れるんで、あとはもうハサミでチョキチョキと切り離してこんな感じにしてます。中身をこう絞り出すようにして使えば別にちょっと切れちゃってても大丈夫なんで、こんな感じでざっくり簡単にでもいいのかなと思います。こちらお刺身用にするスルメイカ開けたので、ここで一旦アニサキスがいるかアニサキスライトを使ってチェックしていきたいと思います。目視で見た感じはその夏場のスルメイカみたいにポツ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 っていうのはね見当たらないんで、多分大丈夫かなと思うんですけど、一応チェックしていきます。で、以前津本さんが結構この黒いまな板で探すとやりやすいよって言ってたんで Amazon で買いました。じゃあ照らしていきます。よーく見て、うん、大丈夫そうですね。本当にアニサキスがいるのだけなんかこう白くね光るんで、そういう光り方は今のところないんで大丈夫そうです。ん？あ、え、これアニサキスやいるやん。え、待って、でも他のところは一匹いたらもっといいんじゃね。いなさそうっすね他は。え、しかもなんかちょっとなんかこう稼働しだしてる感があるんですけど、これ照らしてないとわかんないんですけど、ほらここにいるのわかる。これちょっとピンセットで取り除いていきます。あともう一匹いるんでそれもチェックしていきます。これ水泡だからこっちも大丈夫そうですね。一応4匹チェックして1匹だけいましたね。で、これライトがなかったら絶対わかんないですね。はい、じゃあこれピンセットで取り除きます。これが取り除いたアニサキスです。黒いまな板立つね、本当によく見えない。アニサキスの跡地はこんな感じです。ちょっとへこんでますね。一応ヤリイカもアニサキスチェックしていきたいと思います。ヤリイカの方が身が薄いからね、割と本当黒いまな板の上に乗せるとすぐ分かりそうなんですけど、見た感じはいなさそうです。皮剥がします。爪でちょっとこう剥がすような感じでやれば大体剥がれますと言いながら、ここがもうエンペラと切り離します。見えない部分にもアニサキスがいることが分かったので、飾り包丁を入れることで少しでもリスクを軽減してお刺身を食べることができます。ここの飾り包丁を入れる工程は丁寧にやっていただきたいですね。イカの肝バター炒めも作っていきたいと思います。肝が取り出せたら料理酒をちょこっと入れて滑らかになるまで混ぜます。ちょっとでいいです。1センチぐらいの太さに切ったイカの身を入れます。バターを入れます。はい、適量です。もうね、顔が結構疲れ切っちゃったんで、今日はこの角度からいただきたいと思います。で、これで乾杯。お疲れ様です。うまっ。いただきます。お刺身、生姜醤油で食べ
べよう。甘い、ねっとり、染み渡るわ。大変な中釣ったのもいいスパイスになってめちゃくちゃ美味しいです。イカの明太子和えいただきます。ご飯ください。肝バター炒めもねいただきます。火を通してもうまい。ありがとうございます。ジーチャーフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またねー。